大家是从台北跟香港来的，所以非常欢迎大家过来。あの上教授の住職で、島田春樹と申します。我是金教寺的住持啊，岛田春树。前住職、父であります、島田和馬。那个是前住持、我的父亲、岛田和母住持、前住持。お母さんね。お母さんね。那后面是，后面是。母です。啊，我的母亲、前房守。我顔見てない。那他是龟立健老师的孙女，哦，啊，龟立健老师的老师的龟立健老师的孙女，对。で、あの、大森です。那这个是住持太太，就是他的夫人。で、あの、上教授の僧侶の宮崎さん。那这是啊，那位是啊，这个金教寺的僧侣啊，宫崎老师。それから、佐藤さん、还有佐藤老师、上教授で、今日伝えていただいて、他也是金教授的僧侶之一。それから今日婦人会の役員様方、还有两位就是金教授的夫人会的两位、小田原さん、这个是小田原さん、それから脇田、还有脇田女士、で通訳してくださってます。这个是活动的。王子と。彼もあの日本へ来てもう15年で、我来日本也有15年了。今本願寺で本当に一生懸命ですね。海外の方に仏教を伝えていただいております。まあその基礎礎を作ってくださった方が禅宗さんの師匠様の稲垣瑞賢先生でありましてね、昭和25年から昭和55年まで、30年間ですねご教導いただきまして。上教授の中心を担っていただいてます。その教えをね、あるあるまた台湾からまた香港からですねお聴聞に皆さんおいでいただきまして3日間ですね、この場所そしてまた随所庵で学んでいただくことを楽しみにいたしておりましたしこうしてまた皆さんといろんな会話お話ができることを楽しみにお待ちいたしておりました。どうぞ3日間どうぞごゆっくりとお過ごしいただいて、仏法に送って帰って。那今天的那个因缘是真的是托瑞健老师的因缘。那因为瑞健老师在从昭和20年，也就是1950年到1980年30年，一直都来净教寺来做这个弘法开示。那现在法林特的，教学也是传到香港，还有传到台湾去，所以这次的因缘真的是很殊胜。那今天这三天的这个法座呢，非常我们净教寺非常欢迎大家来，所以非常感谢大家从导演从台湾还有香港过来日本这边来参学，谢谢。啊、那因为主持今天要去主持一个法会，所以他先得离开。我先在这边先跟大家告辞一下。ちょっと途中で失礼しますけど、あ、お少しでも聞かせてもらいます。ありがとうございます。なんだ。なんだ。なんだっけ。はい。